今永、無双する。12個目はやばい W。まあみんな三振なおかげで3球は稼いでくれるからな。今永と小川はあの神宮のバカ試合で稼いだ分もあるやろ。バウアーは別格やわ。最近打たれてないけど。なんで今日こんなにも煽りカス湧きまくってんの？栄養分合わせて11個目の見逃し三振でした。どっちもやけどこれだけ広いと三振増えるわな。言うて坂本の後継者は来年のドラフトで宗山が来るから心配しとらん。ラジオの実況宮本に遠慮して話終わるまで待つのやめろや。ちゃんと試合の実況せいや。アウトの12、15が三振白差。巨人の攻撃も地味にやばくね。落ちかけてたけど細川めっちゃ躍動してるやん。こいつ横浜に必要だろ。5回までで両チーム合計に13振 W。 ペースやばすぎてくさ。太りすぎじゃね。そのせいで球数が。戸郷投手のマッチアップがしびれるな。ツーシーム習得して完全に化けたな。秋広のこと今永当てたら完成だなって思って見てたらもう完成してた模様。ベースボールとかバカにしてる場合じゃないわこれ。アトバウアーさんありがとう。ご視聴ありがとうございました。